1838年の風刺画、ハウツー、メイクザメアメアゴー、バリアンとクラークを描く、ユダヤ人が市長となるための資金を提示している、アイザック・クレゲット・バリアンは、アメリカの政治家、ニューヨークで生まれた、著名な民主党員であり、また1835年から1842年まで、たまにイーホール指導者であった。 1831年から1833年までニューヨーク州議会議員、1839年から1841年までニューヨーク市長、1842年から1845年ニューヨーク州上院議員を務めた。たまにイーホールの指導者として活躍し、ロークフォーコスの復帰や、1837年市長選での保育党への敗北などを経験した。 1838年に市長に立候補するも大規模な詐欺や脅迫の疑いを持たれていた保育党のアーロン・クラークに519票差で敗れた。翌1839年、露骨な不正選挙行為にもかかわらず、1067票差でクラークを破った。一期目で有権者登録義務化法案を可決し、選挙違反を困難にした。1811年、 キャサリン・ホッパー・デューセン・バリーと結婚した。1845年に政治家を辞め、ピークスキルに引退した。1864年に同地で亡くなり、ニューヨークシュマーブル墓地に埋葬された。バレンタイン・バリアンテイは、ブロンクス区に立つ歴史的農家で、ニューヨーク州からボストンへの道沿いに立っている。1791年から1905年まで、 バリアン家が所有し、現在博物館となっている、周辺の公園や小学校の名は、バリアンにちなむ、ありがとうございます。